ここは静岡市ろの少し奥喧騒から離れたとこにある一軒の居酒屋うまいお茶わり気の利いた魚どこかホッとするこの店のカウンターでいつも何やら話し込む常連たち何を話しているのでしょうかちょっと呼ばれてみましょうここ近年も私に村、うん、ホラー映画が。 すごい好きでラジオのスタッフさんとかあとは出演者さん何、うん、人かでホラー映画サークルを作ってうん、うん、みんなでちょっとこう話題のホラー映画を見に行くサークルを作ったぐらいみんなでちょっとホラー映画好きで見てるんですよ、うん、ずっとホラー映画の話してるもんね <laughs> そうそうそうでちょっと調べてホラー映画どこどこでやるから見に行きましょうみたいな感じで、うん、みんなで行くの。はい、ででこれはみんなで行くから 見るんですけど家で一人でサブスクとかでか見ようかなと思うとホラー映画はちょっと怖くて見れないんですよ。一人だと怖がりだらけのホラーサークル。そのサークルにいる人決してホラー映画に強いわけではなくてみんな怖いのよ。昔 女神の継承っていう、なんか大河舞台の映画見に行った時、メンバーの一人のガチ岡本っていう女性スタッフは、見終わった後みんなでご飯行こうって言ってたんだけど、食欲がなくなりました。つって。て悪くなっちゃ映画見たら具合悪くなっちゃった。みんな決してホラーに体制があるわけじゃないわけ。<ー>だからみんなで、かお化け屋敷に行くような感覚。ああ、なるほどね。<ー>わキャー、怖かった、ね。一人じゃ行く勇気がないから、<laughs> みんなで行こう,う、うん。みんなで行って、みんなで。 同じ共有して、うん、やばかったね。怖かったね。っていうのがこう。楽しいわけよ。なるほどね、だから一人になっちゃうと。誰とも共有できないから、うんうん、た,ただ怖えから <laughs> <ー> <laughs> なんか。いつも敬遠者ので結局俺そこで見るのはサスペンスものっていうか、うん、あ家で見るの、うん。あの、うん、大量殺人とかさ。<laughs> どっちかというと刺激がやっぱ強いものが好きで、ね、最近の韓国作品とか結構多いじゃないそういうの多い、ね、でしょ確かに,確かにああいうのとか好きで、うん、そういうのを結構比較的見るんだけど、うん、その一方で恋愛ものとか、うん、こうラブコメみたいな、うん、こっちはもう全く見ないんですよ。うん、あそれサークル内、うん ラブコメサークルはないのサークルだって俺が見てねえんだからあそう、うん、ラブコメサークルもないしみんなで一緒に見に行くとかないのもし行こうって言われても、うん、俺断っちゃうと <laughs> あのここが全く見ないわけへ<ー>だからすごく多分見たいジャンルが。 結構偏りがあるなって自分で思うんだけど洋介さん富山学者って結構もう本当ね昔から映画はよく見てる二人がどうですか見ない映画見ないね見ない映画ね見るのは大体んかよく聞くよ洋介さんもあのんかディズニー映画だろねすんごいんか薄い人みたいになっちゃうじゃんそれ言うとえよく言うもんねディズニーの映画はすっごい好き好きってねいやそれは好きだけど好きだけどそうだからでしかも結構洋介さんはジャンル 問わずに、うん、ひとしきり話題作も意外に見たって言うと見たって言うしそうだ、ね、チェックしてんのよえ一応チェックはする<う>いいで富山伯爵も、まあ、映画のコーナーがあったりするのもあるし、うん、比較的話題作はちょっと抑えてたりしてるのがあるんだけど、うんうん、その二人が見ないジャンルって何かあるっていうのはちょっと聞いてみたいの、ね、見ないジャンルか何、うん、かあったかなうんえでもええー、映画でしょ、うん、ホラーはちなみに見ます ホラーは大好き。あ、そうですか。俺全然見ないんだよね。あ、ホラー見ないとみ。ホラー、うん、あのなんかお金出してホラー映画って、大きくなってから言ってないじゃないか。まあ京師で止まってるから。なってだよ。懐かしいのきたね。どうして京師で止まれたんだよ。すごい。京師覚えてる？京師、いやあの俺本作をちゃんと見た覚えはないから、あの動き。あ、わかる。手を前出してピョンピョンっていう。でも 逆にちっちゃい頃のそういう作品の方が今もうトラウマになってて,って,って見ようと思わない<ー>すごい怖いイメージが記憶があるな確かにね<あ>でも俺ホラーすごい好きだから、うん、結構本当に怖いって言われてるのを大体見てきたそうですもう、えー、でもやっぱ 好きなのは人間のドロッとしたやつかな。なね、その、結局犯人がこの人だった、びっくりみたいなのとか。じ、はいはい、どっちかというと、こうサスペンスなんな。あ<ー>、あ<ー>そうだ、ね、サスペンスに近いのかな。かオカルトだよね。ホラーで言うと、やっぱ、こうちょっとこう。説明のつかない存在がいてみたいな。 えゾンビはホラーに入りますか。ゾンビもホラーだと思うんすゾンビとか幽霊とかでしょ。ああ、お化け。人がどんなに怖いみたいな結末だとしても、やっぱそこにちょっとこう説明のつかない要素が入ってないとホラーっていうジャンルはなんな。るほどね。俺あのそれこそゾンビ映画だとある一定の期間からゾンビがものすごく走るの速くなった期間ありません？ありましたね。あトミーさんホラー映画あんま見ないから。イメージはわかる。わかる。そうね。でねしかもねゾンビがこう前のゾンビを踏み 踏み込んでどどどどんんんん高さも上げていくのよすっごい塀とかを登っていくのそのぐらいから大好きゾンビ映画あ逆に言うとちょっと怖さ増すじゃない前はさすごい遅かったのにゆっくりでねっつっまゆっくり近づいてくる感じだったのが今めちゃもう全力思想よそれは逆に言うと怖さが増してるけどそっちの方がいいんだうんんかうわーってなるちょっと本当にホラーサークルで今度行こうよ え行こう行こう全然いい全然行く、ね、でも俺ギャーってなるよそんな<の>いいリアクションしてくれるんだ俺はだからニムさんとちょっと違うところは家で見たいの <laughs> ギャーってなるから <laughs> うん、うん、比較的結構そこオーバーリアクションするんだであの周りの人に迷惑かけちゃうから <laughs> あそうあいい俺はね大好きでめっちゃ怖がりなんだけどリアクションはめっちゃ薄いのよ あと誰かいるとすごい強気なタイプだからああ我慢しちゃうんだ周りの人が驚いてんの見んの好きなの意外にそこ冷静に楽しめるからあっ洋輔さんちょっと行こうよ俺と言ったら俺が驚いてるとこ全部見る横でキャッキャしてる可能性あるめっちゃビビってやに集中できないかもしれないもしかしたらでもそうねじゃ富山学者じゃホラー映画は全然見ないあんまり自分のお金出して見ることはあんまりないから俺でもあれかも見ない映画って言ったらスポーツ ああ、はい。そうだよね。好きじゃないもんな、あなたね、スポーツが。じゃあ、スポーツの映画は見ないかな。わかります。映画普段のスポーツも全然見ねえから。うるさいよ。隣の常連さんで全くそのジャンルがないのはスポーツだよ。あなたがあまりに話しない。いやいやいや。聞くよ、聞けるスポーツ映画見ません俺もね、洋介サイドなんで。あ、富こっちサイドよ。え、富山伯爵は見ないのあの、特にそのスポーツの中でも、うん。 あの、ロッキーとかね、ああいうん、こう、ボクシングで格闘技とか、個人競技は、まだ見るんだけど、好きなんだけど、うんうん、あの、団体競技の、<う>あの、特に球技。おまあ野球、サッカー <laughs> よあたりのね、ようん、を題材としてる映画って、うん、ごめんなさい、正直あんまり興味ない。<laughs> <laughs> ちょっと待って、理由教えて。 だって、うん、もう、胸圧展開確定じゃないだからそれなんだよ。そうなのスポコン。ってスポコンというか、まあ、スポーツ映画。まあ、大体こうさ、弱小チームにさ、うん、あの、誰か助っ人だとかさ、誰、ね、かとかのさ、 あの主人公が入ってきたいね。ちょっと外からさ、監督来たりして、立て直して、仲間あれあって、で、一回、古典版にやられて、で、もう一回練習し直して優勝でしょ。うそ、そうそう。すっげえ待って待って、スポーツ映画を5秒で説明すんじゃねえあいつ、インハイにボール投げてやろうか。高級を、スパーンって。インハイって何アハダメだ、通じない。スポーツ知らないから通じないよ。インターナー胸元だよ。あ、胸元ってこと あとねねやっぱスポーツ映画で最近はね結構それもなくなっていると思うんですけど例えば僕が小さい頃に見ていたサッカーを題材にした映画だと自分サッカーやってたりするとそこに出てる役者さんの演技というかサッカーをやってるシーンの動きがやっぱこうう板についいてなさプロじゃないからってことでしょう。 そこで冷めちゃうそれでもね俺ねサッカーだからだと思うな俺だって今パッと言われてサッカーの映画って一作品ぐらいしか出てこないもん俺全然出てこない野球の方がもう気持ちそこごまかせんのよ動きとかそう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 で代表的な野球映画とかでもまあ富山記者が言う通りストーリー展開マジでそれじゃん でも、他の、他のストーリー展開はマジで浮かばないけど。でも、それを分かってでも。こう、胸がグッと熱くなり、思わず最後は一緒になってガッツポーズしちゃいません。なんか、それこそほら、昔、僕もメジャーリーグとか、すっごい好きだったから。だから、結構見て、ね。もう、あれが。結構テンプレートじゃん。そうだよ。どの作品だって、メジャーリーグだよ。そう、いや、そう、胸がある言い方したけど。でも、わかるよ、そのテンプレートになってるから、でも、それは、それで。 満足しちゃうもうなんとなく想像ついちゃうから見ないんだろうねだって「あのスラムダンクファースト・スラムダンク」見ました?「ファースト・スラムダンク」もさ正直漫画を読んでる人からすればさ言っちゃうけど正直展開・結末ってもう分かってるわけよまあね漫画読んでればそれでももう「よし!」ってなるし「ャーってなるしあれでもアニメーションだったからねあまあね俺アニメ全く見ないから 俺見ないジャンルで言うとああでもそう普段アニメ全く見ないんだよでもともとアニメ自体がやっぱ体性がないというか、うん、ダメなんだよねへえ全然本当に全然見ない全然見ないっていうかやっぱ話題作とかになれば一回は見るよ、うん、でもやっぱね心からうーわー面白いってハマるってものすごい少ないね<ー>圧倒的に少ない,、うん、いやでもあの「スラムダンクが実写版だったら俺さすがに見ないと思いうん <laughs> そこ難しいとこだよね。アニメの実写ってちょっと難しくないアニメの実写は絶対難しい。よねアニメの実写って、もうやめとこう。いい話になるわけないから、難しいよね。 そうかスポーツ全然見見、うん、見ななないいいか俺ススポポーーーツツしホラももでしょスポーツでもスポーツドキュメンタリーみたいなのはどうですか例えば、はいはい、WBC でこの間日本代表優勝しましたはい、はい、その裏側密着しましたみたいなやつで正直 WBC で日本代表優勝したってことはもう分かってて試合展開も全部分かってるけど、うん、まあそこにちょっと見せてなかった裏舞台,舞台裏があってみたいなのっていうのもうん、うん、まあ言っちゃえば。 分かってても、俺はあのメキシコで最後さよなら打った時とかのシーンって何回見てもガッツポーズするとか、分かってない。矢作さんそのメキシコの動画のあのあのあのラストでしょ？誰が打った？誰が撃ったんだっけ？ヌトバ。ヌトバ。残念。惜しい。そのギャンブル負けです。大谷でしょ？大谷。村上だよ。 この1対2はさ、もう収集がつかないんだ、ね、いや、だけどまあ、それはね、まだわかるよ。うん、あの、なんだろう、裏の背景実はっていうのはね、うん、それは面白いと思うんでスポーツドキュメンタリーはじゃまだ楽しめる。うん。俺は、うん。まあ、そうよ。あなたの場合は、スポーツがそもそも全然だから、ね、わかるけど、ドキュメンタリーはどうですか、うん ドキュメンタスポーツドキュメンタリーいや全ジャンルにでもドキュメンタリーってさどちらかというと映画と言っていいかっていうとこもないいまあよ映画でいいだろうよドキュメンタリー映画って言うでしょでも短いのもあるじゃん2三3 0分のドキュメンタリーとかえでもそれはほら映画館でやればもうそれは映画なんじゃないかなるほどねジャンルにはよるけど俺ドキュメンタリーは比較的好きよ昔の歴史とかの方が面白いかもしれないドキュメンタリーはそうなんだ 結構この史実に基づいたみたいなのとかあとなんかニムさんと話したよねちょっと。 こう危ない街のドキュメンタリーみたいな。<ー>フェイクドキュメンタリーみたいなのがあったりとか。あ,あの、ほら。フェイクドキュメンタリー、またそれ、事情変ってるね。フェイクドキュメンタリーって言っちゃってたら、それはドキュメンタリーじゃないからね。なんとなく、わかるでしょ。あ,<ー>ああいうのとか結構好きかも。あそれはそうだろうな。うん、フェイクだからね。<laughs> ドキュメンタリーでも、もうん、まあまあそうね。ドキュメンタリータッチってことなのかな。だから、それはドキュメンタリー なんていうつ、じゃ、例えば、実際にあった事件とかを題材にして、うん、まあ、それをの史実に基づいて、うん。劇映画に変えてるわけですね。で、今、ニムさんが言ったのは、本当に本当、ね、本当のドキュメンタリー。ああ<ー>、なるほど。本当のドキュメンタリー。本当のドキュメンタリー。誰か一人に密着してみたいな。うん。いや、でも、ドキュメンタリーは、俺、結構好きよ。あまあ、全く見ないわけじゃない。全く見ないわけではない。あります。なんか、他に。 全く見ないっていうか気持ちが揺れないってことよね。見るにあたってこうち俺は結構決めてるルールが自分の中であってタイトルでなんとなくその内容が想像ついちゃうものっていうのは避けちゃうかもそれ結構本数を見てるからある程度その辺の傾向が分かるのか。例えば 嫁行くば者。そう,そう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 。そういうことです。<laughs> いや、そういうことい危ない橋渡ってくるな、あいつ。いやいやもう。だけど、余命 <laughs> みたいなタイトルっていうのは、だから、<laughs> うん、要は、命あとわずかな主人公がいて、そばで,そで,そこで恋愛して結婚するかどうかみたいな,ない。もう、あの、なんか分かるじゃない。でもその人がみたいなね。あと、絶対泣かせに来てるっていうのが分かっちゃう<ー>ような映画も、避けちゃおうかな。それは、俺もそうだわ。うん お涙頂戴的なやつねあそう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 えどうです泣けますっていう触れ込みの映画ってたくさんあるじゃないうん、うん、って見たいなと思ううーんまあも,も本当に映画の,そのものによるけど、うん、結構避けちゃう泣けますって言われると、うん、俺もねそうなの俺泣けるって言われた映画で、うん、泣いた試しじゃない <laughs> お<ー>で映画館で見ててえっ 全然泣けけないけどえ俺がだめなのか <laughs> ってなりながらうん、うん、ずーっと見てて周りにいる人たちから音が聞こえがえ泣いてんの <laughs> こ,こでどこでってなっちゃうでっていうぐらいこう泣けますみたいな映画ほど全然そのなんかその想像通りに来たこととがないというか、ね、か逆にさ周り全く泣いてないのに泣いちゃう時って何 なんかそっちのういう触れ込みじゃないものの方が終わってからうわなんかすっごいいいとこ来ちゃったみたいなとかすっごいそういうのが多くて鼻つまんで我慢するんだけど全然涙出ちゃうのはいはいはいでだから一緒にいる人とかがえなんで泣いてんのってなっちゃうの俺のことそうかだから本当に人とちょっと金銭が違う違うみたな感覚がねちょっといっちゃってんだやめろそうだ洋輔さんいっちゃってからやめろ お前やめろ <laughs> そういうことじゃないんだよ。<laughs> トミー・マークシャン君はどうなの泣ける映画とかを見ますか、うん、泣ける映画、まあ、もちろん映画を見て、うん、あのな、感動してとかさ、悲しくて涙が出ちゃうことはあるけど、泣けるっていう、泣きたいんだったら、逆にもう初めてのお疲れとか見ちゃうから。あ<ー> <laughs> あ、そういうことだね。なんか何かを見て、映像作品を見て、 今日、ね、泣きたいなっていう気分だったらもうそっちの方が来ちゃうそれは分かるな何だろうな、ね、あの心がこう本当に思わず涙しちゃうっていうの何が違うんだろうなうんやっぱ<あ>向こうの意図的なものを感じちゃうと泣けないのかねああそうかもでもそれは多分うちら3人だからだよ いっちゃってんいやいや、三人ともいそうそう、いっちゃってんよ、3人とも<ー>。普通は多分、こう、泣きどころですよって結構涙する人多いと思うんだけど。でもさ、そうするとさ、イムさんがホラー映画好きで、俺、あんまりホラーってね、別に、まあ、面白いものも多分すごくあると思うんだけど、あんまりそこまでこう積極的にそそられないのって、作り物じゃんって思っちゃうわ。どっかで冷めてるとこがあるのかな。 えー、そういう冷め方になるんだ特にワーキャー系のやつええビッグとはなると思うんだけどでもそのねそれ見終わった後に食欲なくなっちゃうみたいなことはないああじゃあその本当に作品の世界観にグッと入り込むとあんまないちょっとこう怖い系は特にないと思うあ,あでもそうか、ね、<ー>怖い系はそこまで俺も入り込まないかもしれないこえ なんう作品どのジャンルにおいてもグッてこういう作品はこの作品はこのルールなんだってなってその世界のルールの中で楽しもうとするからだからそれでいうと、うん、ちょっと自分がバグってきてるなって思うのは、うん、そういう,こうホラー映画好きですとかそういう,こうサスペンスとか何うわーってなるぐちゃぐちゃってなるのが好きっていうのを見過ぎた結果、うん、この間俺あの一緒にね曖昧も句やってるスミスさんが、うん、すごい。 濃い映画この間良かったんですよって言って「オットーという男」っていうトム・ハンクスが主演の映画をねすごい良かったっていうからじゃあ見てみるよって見たら、うん、比較的こういや実際総評としてはめちゃくちゃいい作品なんだけどうん、うん、比較的ストーリー展開とかそのシーンとしては淡々といくのよ。そうだ、ね、いやいや主人公のトム・ハンクスに対してその近隣住民との話みたいな話だから、うん、舞台もそこまで広くないし。うん 淡々と日常が続いいてく平和な住宅街で繰り広げられるヒューマンストーリーみたいな感じそこに何かえたいの知れない病気が流行るとかじゃないよいやほんと乙女学者が言う通りで何かあると思っちゃうんだよね映画見ながらさあ誰が誰がここで包丁を持つんだとかそれまずい何かここでやばい人が来ちゃうんじゃないかとか要は見すぎててそういうふうに。 もう展開していくもんなんだろうっていうこう勝手に働いちゃうもんで全部見終わった時でも一応こう世界に入ってるから全部見終わって一筋の綺麗な涙が流れたのめっちゃいい作品でめっちゃいいってなったんだけど見終わってからいやめっちゃただいい映画じゃんってなんだろう良よ,よかったじゃないのよいやめっちゃただいい映画じゃんっていうツッコミになっちゃう。 ね、う素直にそこを受け止めればいいのに何このただいいあったかい映画何ってこういうんじゃないんだよ俺が求めてる <laughs> 後,後半からマッドマックスみたいになってトムハックスるのい,いってことでしょ <laughs> そうだね俺それの方が絶賛してたと思う <laughs> マッドマックスの日常のなんでもない街に突然あの謎の車がブラー入ってきてトムハンクス引きずり回されて <laughs> <laughs> 水を求めてトマンクスがうーわー砂漠引きずり回されてたら俺もオットーという男やばいよっつって超いい作品ってめっちゃ興奮して多分言ってたと思う <laughs> 全然もうジャンルが違うじゃんそもそもの <laughs> だから刺激を求めちゃってるね <laughs> <laughs> ニムさん刺激求めてんだろうね。うん。そうですね。俺はもう比較的涙求めちゃうから、泣きたいってなっちゃうから、そう僕、逆に言うと、一番こう、いいっていうか、好きなやつは、やっぱ笑える映画の方が好きなんだよね。そう。笑いなんだ。コメディっていうか、いろいろあるもんね、コメディもね。もう、もう、もう、もう。でも確かにそうだよ。昔もね、ハング・オーバーっていう作品、最芸とか。 富山伯爵が一番笑いを映画に求めてるってすごい意外なんだけど意外だねそうだねはあそうそうまた3人とも求めてるもの違う違うねこれじゃあ結構こう大爆笑必須みたいな映画ってのはじゃあ結構富山伯爵はそそられるんだうんみたいなと思うだってそれは仮にじゃあストーリーが作り物のストーリーだったとしても笑えるわけじゃんまあまあねなるほどね 笑えるっていうところの保険が効くわけだそう笑えるんだったらとてもいいなってそれで全然笑えなかった時ってどうなっちゃう絶対あなっちゃうの笑いは笑いであるじゃんまあれ全然自分の好みじゃないって時あるじゃんそうねそれはまあしょうがないなっていう感じじゃない自分の好みじゃないなって時諦めて次の映画見なさいだかそうだね そのホラーが好き。洋介さんはなんだっけワンニャン系。ワンニャン何系っつったあの人。ワンニャン系ワンニャン系じゃないよ。いつ俺がワンニャン系が好きだって言ったのよ。え一言も言ってなかっあの人人の映画の好みに対して雑すぎるよね。何ワンニャン系。ワンニャン系って何よ。俺のスポーツのもなんかもう5秒で説明されたしさ。人の好みに対して。そしたらなんか、こう、まあね、すごい架空の話だけど、 隣の常連さんザ・ムービーを作るとしたらどういう話が勇気のある時代出してるんでも3人でやっぱ好みが全部入った方がいいんじゃない例えば俺で言うね、うん、だから3人でマッド・マックスの世界でしょあとあれだホラーが好きだから何の気なしに行った場所でちょっとそういう不思議な現象が起き出すだすて<ー>ちょっと怖い系サスペンスだ、うんね、サスペンスでもいいしあいいねなんかそれはちょっと面白そうね まあ、笑いがあり。笑い、笑いあり。笑いあり。で、最後は、ジーンとさせて最後、さっくり。最後、なか言って、ジーンとさせて誰も見に行かねえよ。二ストです。手芸家の洋介です。30過ぎても。さあ、今回、映画の、見ない。 結構久しぶりだね映画の話はだけど見ないジャンルっていうのはなかなかねあんま喋んないよねまあそうね映画を喋る上において好みじゃないものをメインに喋るっていうあまりしないことで話してて全然出てこないなとか思ってたけど僕でもそうですねだから単ね静かな作品とかってあるじゃん清流のような作品みたいなので 正直全然引かれないんだよなでもんかちょっと共通してるなと思ったのが作る側の思惑っていうのかなこう見てほしいみたいなのが強いと引いちゃう3人なんだとかっていうの話聞いててちょっと思ったかななるほどねんか泣いてほしいですここでっていうのはちょっと僕たちにはいりませんみたいなそこって多分お涙系とびっくりっていうか怖がらせる系ってうん 結構展開似そこをじゃあ前もって言わなくていいよって俺思っちゃうかるその捉え方は人それぞれなわけで、うん、当然作り手はさ泣かせたいとかね、うん、驚かせたいってあると思うんだけどあえてそれ言う必要あるかなというか、うんうん、だって面白いと思っちゃう人もいるんだろうしあの笑っちゃうって人もいるんだろうしさ。 見てる人に委ねて、うん、自分の中で作った作品をドーンと出せば、うん、それいい意味でハードルも下がっていいと思うんだけど、ねね、でも昔「貞子の 3D」っていう映画で劇場で笑い起こってた <laughs> <laughs> 具体的に言うんじゃねえよ <laughs> でもそれはちょっと面白い <laughs> ホラー映画じゃあまあでも確かにね<も>ホラー映画なのにっていうね、うんうん それを踏まえて常連さんザ・ムービーはどうするいや、もう今のところどっちらかりムービーで。よくわかりませんよ。え、スタートどうするじゃロードムービーにするロードムービーにする。ロードムービーニムさんの車に乗り込んで。で、ちょっと静岡をぐるぐる回る。なるほどね。あの、マッドマックスみたいな車に追いかけな やばい逃げろ逃げろって言ってるのがあんだけさあのんつうのフィクションに対してちょっと冷めるとか言っててゴリゴリなフィクションでいくんだねあえてそこ3人のドキュメンタリーじゃないんだドキュメンタリーじゃなくリアリティではないそっちもいいけどね洋介さんがなかなか来ないっていうねそうだねどういうことで洋輔さんがスタジオにあいいじゃん洋介の遅刻をリンクさせる洋介さんが現場に来ないところから始まって 介さんを探すみたいなね遅刻して洋介さんを探しに行くちょっとサスペンス的な要素もあってねで俺と富山記者が探しててポイントポイントで洋介さんがいるのよあばフレディ・マーキュリーがいたりいやいやいやなんでよいろんな洋介が隠れてるんだけどそれを探すみたいなのもいいしあとは俺らが洋介さんって言って声をかけるけど洋介さんじゃない洋介さんにそっくりな人間が何人もいるみたいな設定とか。 ちょっと怖いね洋介さんがなんか逆の別の何かを仕掛けてんじゃないかっていう、うん、そうあ俺が準備してるんじゃないかって、うん、いろいろ、うん、で実はその洋介を見つけないと地球が滅亡するみたいな <laughs> まあ出た出た最後に最後にその刺激的なことき <laughs> <laughs> ちゃうよ <laughs> もう病気だよそれ地球が滅亡するんじゃないのよ <laughs> と、はい、ということで皆さんもあまり見ないジャンルということで、ねうん、今回は皆さんちょっと反応いただければと思っておりますい、ね、いつメッセージいきましょうお隣さんのタジーさん30過ぎてもの夏イチフェスでコラボメニューありました、うん、フリーリーさんとのコラボメニューポークカツレツセット、うんえー、サクサクなカツレツソースも野菜も美味しかったレギュラーメニューにしてほしいですというコメントいただきましてありがとうございます。これ実はですね レギュュラーーメニューへの昇格現在検討中だそうでございます,すごいよねこれもひとえにあの皆さんの本当に反響が大きくて「#30 すぎても」でもねたくさんの方が美味しかったという感想をいただけてて、うん、大変好評というところからこのレギュラーメニュー化が今話があるということですので、うん、もしかしたらしないかもしれないけどそうです <laughs> しなかったらごめんなさい <laughs> でこれ今オンエアが7月の6日、うん、ですので、はい、6月の末までなんで、うんんね、7月にドリプラいってたん そういうことです<ー> <laughs> なっていただければと。いや、でも嬉しいよね、ことで。皆さんがね、はい、あの本当にたくさん行っていただいてあい、うん、ありがとうございました。またちょっと新しいものがあるときはね、はい、ぜひご協力お願いいたします。はいはい、はい、それではまた、僕たちの隣に座りませんか。三村里。手芸家の洋介でした。三十過ぎても。 7月6日オンエア、隣の常連さんです。